0対2、2点差になりました。さあチャンス、湘南ベルマーレ、またシュートを打つ、もう一回来た、3点目、岡本のガッツポーズが、力が入ります。またまたビファーレン長崎大量失点。ここいいタイミングでね出てって、はい、もうそのまま相手がいてもとにかく思い切りシュートですからね、これでいいんですね、まあはい、まあ岡本らしいといえば岡本らしいですね、力で ねじ込んだシュートですね、はい、技術というよりは気持ちと力ですね。